ライトニングのこのピンクです。松島です。さあ、はい、昨日に引き続き昨日ね、さっき撮影してるんだけど、はい、5月1日、はい、稲妻フェスティバル2022ですわ。久しぶりの開催、お池場所でやります。でね、まあ、稲妻フェスティバルってどんなイベントっていうのをざっくり雑に説明したんだけど、今回はもうちょっと突っ込んだところ行きましょうか。はい、はい、何をやるんですかっていうところがすごい疑問なので、はい、どんなコンテンツ、まあ、メインはショッピングだよっていう話をしてたね、うんうん、はい、だけどさすがにショッピングだけだったらね、イベントとしてなんで、僕はイベントとして盛り上げなきゃいけないんで、はい、いろんなことやってますよ。どんなことが、今回はね、今回は、まあ、久しぶり開催なんで、うん、おなじみの稲妻オークション。おなじみなんですね。そう、オークションやります。どんな感じなんですかね。全然想像がつかない。オークションはあんまり大きい声でもできないんで、はい、うんうん、ちょっとやり方変えるんで、いわゆるなオークションっぽく、はい、こちら側でいくらいくらってこう手が上がったところで、はい、こう値段を釣り上げていくの僕の仕事なんで、すごいすごいですね、はい、みんなが見てるところでこう手を上げて。そうそうそう、革ジャンありますよ。2着ありますよ。2着、革ジャン2着用意されて、他にもまだいくつか、要は普通にはなかなか売ってないようなならではの商品が出てきますよ。そこでしかゲットできないような出てこないもの、あ、もう本当に超希少なものが。じゃあもうなんか一瞬で手を挙げるか挙げないか決めなきゃ。基本一点もの、一点もの、はい、そう、カード決済できます。お、できるんですか、すごい。カード決済できますご安心ください。すごい、カード決済できますね。ちょっと上がっちゃってもそう、あとでちょっと来月我慢すればいいやみたいな感じでできます。まあオークションあるでしょ、はい、他には、あとね、今回は、はい、なんかイベント内イベントとして、はいはい、実はセカンドフリマがあるんですよ。僕らのね出してる雑誌の中にはライトニングと弟分のセカンドっていうのがあるんだけど、はいはい、セカンドフリマって過去に単独で何回か開催してて、これはこれですごい人気があったイベントなの。あ、そうなんですか。そう、前は横浜でやったりしたんだけど、今回もそれがイベント内イベントでスペースがちゃんとあって、はい、まあ、セカンドゆかりの業界の方々がブースを持って自分たちのフリマ形式です。それは、あ、出してもらう。そう、出るんです。めっちゃそれも楽しみですね。楽しみ、結構楽しみだ。古着、うんうん、ヴィンテージ、そうですよね、そういったものがやっぱりいっぱい出てくるから、うんうん、これは楽しいと思います。どこのねブランドさんとか、いろんなそのセカンドの関係者たちが好きなものがいっぱい詰まってるから。そうなんです。あとあれよ、稲妻フェスティバルとしては初めて、うん、初めてイベントのイベント、はい、稲妻グランプリ。あ、そうか、今まではやってないんですね。そうなんです。これは会場に来た人が参加するイベント。あ、その場でやる。で、もう予選的な形で審査員が各カテゴリーいるんです。3カテゴリーあります、はい、革ジャングランプリ、革ジャン、はい、親子コーデグランプリ、親子コーデ、デニムコーデグランプリ、はいはいはい、いいですね。ね、どれも楽しそう。そう、これはもうエントリーしたい人は、ライトニングのブースがありますんで、会場内、うん、そこに現れてください。来てもらう、そこに現れてもらったら、こうやってうちの審査員たちが声をかけられた人は予選通過です。おー、そういうことなんですね。じゃあ厳しい目でじっとこう見られるわけですね。そうそうそう、おしゃれ。あとはね、会場内も徘徊してますんで、あ、じゃあチェックする。ちょっと来てって言って、はい、あなたグランプリ候補者だからって声をかけられちゃうと思うけど、そんな偉そうに言わないと思うけど、ね、ちょっとスカウトみたいな感じで、ね、ちょっとお時間くださいってなると思うんだけど、変なスカウトではありません、ね、で最終的にはグランプリが
発表される、うん、ステージ上で。おお、へえ、面白そうでしょ。それ面白そうです、はい、ドキドキしちゃいますね。あとこれおなじみコンテンツ、はい、ピンストライパー&ペインターブース。これね、いやもうね、うん、日本でも結構有名なピンストライパーペインターがずらっと固まってますんで、はい、ここに自分のなんか書いてもらいたいものを持っていくと、うん、そこで書いてもらえるんですよ。へえ、何でもですか。例えば革ちゃんとか。そうもう書いてどのぐらい書くかによって、うん、いくらかかるかとかもその場の交渉、だいたいこんな感じで書いてくださいって。あ、でもね、結構イベントプライスなんで、 お気軽に頼みやすいと思います。じゃあ必ず書いてほしいものがあったら持ってきてもらいたい。そう、ブーツに書いてもらいたいとか、ヘルメットに書いてもらいたいとか、そういうのすごくいい。背中に書いてもらいたいとかって言うとすぐ消えちゃうから、あ、消えないようなものがいいと思いますよ。背中って時間に、はい、そう時間の背中だともったいないんでね、消えちゃったらアートなんで、これはもったいないですね、ええ、そんなのもあります。はい、あとはね、いろいろまああるんで、この辺はウェブサイト見てもらえば分かるんだけれども、はい、あなたもなんかあるじゃない。そうなんですよ、コガピンクの身体検査を会場でやります。これライブ配信ってなってるけど、ライブ配信じゃないんだね。ライブ配信、そうですね、うん、いる人たちをその場で身体検査して、うん、後日、いつもクラッチのインスタグラムのアカウントに上げてるんですけど、それを皆さんの上げてる、はい、後日ですね、上げてきますんで、まとめて、はい、それがドンと、はい、YouTube かな、今度はね、上がるのはね、そうですね、YouTube に上げる感じになるんだね、はい、まとめてね、はい、大変だね、忙しそうだね、それ目標何人目標何人結構夢は大きく、50人ぐらい取り入れて、50人ぐらい行きたい夢は、夢はでかくって感じですけど、ね、もうあれじゃないの、身体検査されたい方はもうぜひ声かけてください、ね、私からも行きますけど、ぜひ取ってって言われたら、おぜひ来てほしいです。そうだよね、はい、もうね、お願いします。稲妻フェスティバルはね、ガンガン来てもらった方が話が早い、はい、もうどんどん話、もじもじしてると、はい、僕らもなんかこうなかなか言っていいのか分かんなくなっちゃうんでガンガン、いろんなことやってますんでガンガン来てください。来てもらって、ね、ライトニングのブースにはいつもライブなんかに出てるおなじみの人たちとかもいるん で、ね、分かんなかったらスタッフに声かけてもらえればいいんで、はい、稲妻フェスティバルの楽しみ方のポイント、はい、ガンガン来る声かける、はい、お願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ね。